まあ、一番交渉の相手としてふさわしいのはネルソン・マンデラっていう当時 の、 その ANC のリーダーだった人のはずだからっていうので、まあ、彼を解放して、うんうん、交渉のテーブルにつけさせて民主化していこうっていうのが始まるわけですね、うんうん。カオ闘争が行われた時に、でもマンデラさんはまだ終身刑みたいな形になってたわけですよね、うん、そうですね。これが、いわゆる、まあ、免罪みたいな形になるんですかね。そうですね。だって政治犯で不適切な感じで収監されてるわけですから、はい、まあ、彼を解放するっていうふうになったわけですけれども、うん、まあ、そこはやっぱり政治的な部分というのが大きかったでしょうね、うん、そこからじゃあだいぶ変わり始めていくような感じなんですかね。そうですね、まあ、国外闘争をしていた ANC っていう団体はあるんですけど、国内では国内で別の形の解放闘争っていうのがあったんですね、はあ、っていうのは ANC は60年代にそのマンデラさんが捕まった前後にもう国内としては壊滅しちゃうんですね。一回、うん、捕まるか亡命するかしかできなかったから、一、はいはい、回もうアパルトヘイトっていうのが体制が確立しちゃうわけです、うんうんうん、なんですけど、まあ、その中でもやっぱりひどい状況なので中から湧き上がってきた運動っていうのがあるわけですね、うん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 、それが70年代に出てきた黒人意識運動っていうね運動があって、はい、黒人であることに誇りを持って状況を変えていかなきゃいけないんだっていうスティーブ・ビーコみたいなっていう人がいいんですけど、はいはいはい、まあ、彼も学生でしたけど彼に主導されてストライキやってみたりとか、それから労働組合立ち上げてみたりとか、うんうん、まあ、なんかいろんな NGO みたいなの立ち上げて反対していったりとか、その白人の中でも比較的その好意的な人と協力結んだりとかっていう中の動きもすごく活発だった。あ、そうなんですね、うん、またそう種が生まれてきたんですね。で そういう運動するとやっぱ捕まるんですよ、はいはいはい、で路面に流されるわけです、はい、彼らも、はい、なんですけど、まあ、そういうところで、まあ、古参の ANC のリーダーみたいな人たちがいて彼らに対して思想を伝えていくっていうことを、うん、まあ、刑務所の中でやるわけですよね。あ、なるほど。で、まあ、彼らもいつかはそんな長い刑じゃない終身刑じゃないから釈放されるわけじゃないですか。それで広がっていくっていうところもあって、うん、はいはい、そういうつながり方っていうのもあったんですね。あ、そういうことか。一旦収監されるけどまた釈放されるから、そうそうそう、そこにまた植え付けて、そう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 、また離れていくことでまた種が出てくる。そうそうそう。だ、有名な例っていうのが多分前大統領だったジェイコブ・ズマっていう人は、はい、まあ、その一番有名な例かな。彼はね、小学校を修了してるかしてないかぐらいしか教育受けられなかった人なんですよね、はい、そうですね。で、彼がやっぱりそういう運動に参加して捕まった時に刑務所の中で勉強を教えてもらう、その中でいろんな考え方っていうのを教えてもらって出てきて、うんうん、彼は最終的に国外組と合流して諜報担当みたいな感じになって活躍していって、最終的には戻ってきていくつも大臣歴任して大統領になるってわけなんですけども、うんうんうん、そういう人たちっていうのも出てくるわけですね。ああ、そういうことか。まあ、だから一旦解放するものの、まあ、すごく微量ながらも積み重ねていって、ね、解放につなげていったところですね。そうそうそう、すごくね、たくさんのリーダーが生まれていくわけですね、うんうん、その中で労働組合とかができた時には、まあ、全国レベルで固まればすごい強い組織ができるわけですよね。今も残ってるコサツっていう集団がありますけど、はい、南アフリカの労働組合の総本山みたいなのがあるんですけど、うんうん、それを作った人っていうか、まあ、作ってリーダーになって率いていった人っていうのが今の大統領のシリル・ラマポーサーっていう人だし、そういうこの強いリーダーっていうのがものすごい熱量でアパルトヘイトに対抗していったっていうのが、まあ、70年代終わりから90年になるかならないかぐらいまでの南アフリカの大きな流れ。なるほど、深いですね、うん、すごいでしょ。そうなんだ。解放された後って、うん、どんな感じで南アは動いていくんですかね。うん、マンデラさんが釈放された後にそのデクラークというこの間亡くなりましたけどね、はい、彼との間でもうすごいガチガチの交渉をやっていくわけですね。すごいタフな交渉をやっていって、新しい国をどうやったら一番いいようにできるかっていうことをすごい議論するわけです、うん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 、90年に釈放されて94年に選挙ですから4年ぐらいかけて準備するわけですよ、はい、その中でちゃんと白人っていうのは少数派だけど権利を守ってね、うんうん、彼ら その権利としては保護してね、だけど黒人こう今までアパルトヘイトでやってきたようなひどいことはやらないよっていうのを大きな原則としつつ、人種に関係のないような国を作るとか、もう今ある貧困をなんとか直すっていうところが、うん、もうとにかくその間にきっちりと議論されたっていうのがありますね。4年もかけてそれを構想練っていくわけですね。そう、まあ、その間にはいろいろな大きな衝突とか、はい、何度も危機的な状況っていうのにも襲われるわけですね、うん、マンデラの後継じゃないかって言われた人が暗殺されたりとかもしましたし、あ、そういうことはやっぱりたくさんあったわけですね、うん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 、それでもなんとか1994年の4月に選挙になった、うんうん、それで新しい体制ができて今に至るというか、まあ、その後96年に憲法を作るわけですけど、それによってなんとか移行は終わったっていうふうには言われてますけどね。なるほど。そこ
94年で起きた部分って、まあ、新しい体制が確立されたんですけど、もともとあった部分と何が違ったんですか？全人種まずは参政権が与えられますっていうのが一番大きいですね、はい、今まで白人だけだったんですよ。そういうことか。黒人はホームランドって言って押し込められた土地のそれぞれの国の国民で、はい、南アフリカじゃないっていうふうにされてたんですよ、はい、アパルトヘイトの中では。だから都市にいる黒人っていうのは南アフリカに来ている外国人みたいな扱いになっていて、それをこう条件にしながらいろんな取り締まりみたいなのを知ったんですけど、はい、そういうこのバラバラになった国をまず一緒にまとめて全員平等にするっていうところが一番大きい変化ですね。なるほどですね。もう確かにそれは大きいですね、うん、それはでも受け入れられたんですね、うん、もうあんだけひどいことがあったにもかかわらず、うん、そこでなんとか一つの土俵に立とうっていうふうになったのはなんか奇跡的ですけど、南アフリカの人すごいなと思いますよね、うん、そんなことができるのかっていう、まあ、確かにそうですよね、うん、まあ、これ平等にするっていう感じでになってたんですかね、うん、まあ、平等っていうか、まあ、でもとにかく虐げられてた人たちをどうにかするっていうのは正義ですよね、うんうんうん、真実和解委員会っていうアパルトヘイトの時にどんなことをしたのかっていうのを言って和解してちゃんと一つの国民になりましょうみたいな試みっていうのもしてるんですけど、そういうのも含めてその分断されて仲悪くなっていた南アフリカっていう国を南アフリカ人だっていうアイデンティティというかそういうのを作ろうっていう動きっていうのがあったわけですね、うんうん、なるほど、まあ、いわゆる人種統一化みたいなところになるんですかね。まあ、統一というかね、白人は白人、黒人は黒人だけれども、まあ、南アフリカ人ですよねあなた方っていうのをすごくこう頑張って作ろうとしていて、まあ、そのために例えば有名な話だとラグビーとかね、うんうん、ラグビーを機会に南アフリカ人一緒に応援しましょうねみたいなのができてきたりとかっていうのはあったわけですね、うんうん、やっぱスポーツっていうのは結構大きいものだったんですかね、うん、大きかったみたいですね。っていうのはまあ2つの意味で大きくて、特にラグビーなんかそうですけど、南アフリカ制裁を受けてたからスポーツも排除されてたんですよ。あ、そうなんですね。国際大会できない、はい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 、もうずっと追放だったのが入れるようになったっていうのは、うん、まずその国際社会に復帰できた南アフリカはもう仲間外れじゃないんだっていう意味でもすごく重要だったし、うんうん、まあ、それを通してまあ日本でも、ね、日本の代表が出てるとちょっと全然普段見ないくせに応援しちゃったりするじゃないですか。あの感じに近いと思うんですけど、うんうん、それでまあ今までは白人のスポーツだった中に黒人が入ってたりとかしてそれを応援して、まあ、南アフリカ人っていうのを意識するみたいな動きはあったみたいですね。あ、なるほど、そうか。まあ、だから人種違っても同じ南アフリカ人として応援する、うん、もしくは無意識的にできるようになるみたいな感じで誘導していったって感じなんですね。っていうのをまあやったっていうのもあるし、それ以外のとこでもまあたくさんね、いろんな試みをしてたっていうのはあるんじゃないかなと思いますね。うん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 、ありがとうございます。なんかちょっと今人種のところで、うん、まあ、やっぱりアパルトヘイトっていう政策あって、でそれに紐づく解放運動っていうところがどういうところなのかっていうのってあまり言葉では聞いてても具体的に何をしてたのか分からなかったんで、そこをちょっとお話しいただきました。はい、はい、すいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。